ね、これ200万台前半っていうのが、いや、本当に嬉しい。はい、というわけでやってまいりました。いや、出ましたね。新型 SUV、WRV ということでね、今日11月16日にニュースリリースされましたね。これね、エレベート?ね、エレベート?インドでもうすでに、今年発表されたというものが日本でも発売ということですよね。まあ、グローバルモデルということで、まあ、日本では作ってないんですが、まあ、こういった小型 SUV、ね、スタンダードなモデルが出ましたよね。こちらね、パワートレインが 1.5 リッターだという噂ですよね。で、今回ね、すごいのが値段を抑えてきているということですよね。車両本体価格は200万円台前半からを予定していますということですよね。最近ね、NBOX カスタムとかね、用品とかなんやかんやつけたらもう300万近くなっちゃうよっていうね、結構ね、スタンダードにすることによってお値段を抑えていくという感じですよね。これちょっとホームページ見てみるわ。これね、モータージャーナリストさんがもうすでに動画出してると思うんですけど、なんかそれ見た感じではすごいね、なんか意外と良かったよ。最初ね、これ見た時、うーんって思ったんです。ちょっと古臭と思ったんですけど、古臭というかね、うーん、これ今の最新の、なんかやっぱベゼルとかありますよね。なので、それから見ると、うん、ちょっと見劣りするかなっていう感じはしたんですが、まあ、お値段ね、200万から250万とか、ね、そのあたりで出るんだったら、いや、ありだなと思いましたね。こんな感じで。そうそうそう。ベゼルとかよりも、もっとこれね、荷室が大きいんですよね。広いです。ね、大きさもほぼベゼルと一緒ぐらいだと。ほら、クラストップレベルのラゲッジと。ね、高さが932あるんね。結構高い。ベゼルはここがね、そんなにね、高くなかったの。ね、その代わりデザインがシュッとしてたな。いや、これ奥行きも840ミリあるし、荷室のワイドなんか1メーター超えてるんですよね。1110ミリあります。で、まあ足元もゆったりと。これね、実はセンタータンクレイアウトじゃなくて、この後部座席の下にタンクがあると。その代わりシートがチップアップできないんで、まあ上げる必要はないか。ねえ、どうでしょうね。まあこれデザインね。いや本当にね、ごめんなさい、本田さん。最初ね、どうなのみたいな感じでちょっと思ってたんですけど、ちょっとやっぱ実写の動画見て、ちょっとその感じ変わりましたね。やっぱスタンダードなデザインで飽きのこないと言いますか、意外と風格があるよね。このフロントマスクのところが結構ね、なんかしっかり作られてて、なんか変っていう感じです。ね。なんかここで風格を保ってるような感じ。で、ボンネットっていう感じ?なんかね、やっぱ運転席に乗った時に、あ、車に乗ってるなと、最近のホンダさんのデザインってね、このボンネットを表現されてるような、ここが広い。ね、この A ピラーがこう立ってきてるんですよね。なのでボンネットが広くデザインされてると。これ最初からこれキャリア、これなんかついてんのかな、デザインかな、ね、わかんないんですけど、まあこんな感じですよ。でホイールはもうちょっと大きくてもいいかなっていう感じはするけど、まあその辺お値段抑えていってるということですよね。まあハイブリッドモデルは出ればいいけど、まあ 1.5 リッターモデルで統一することによって値段を落とせていけてるということですよね。まあフォグランプもちゃんとついてるしな、いいよなこれ。そうよね。やっぱベゼルは300万超えるしな。ね、フィットよりまあ今 SUV 流行ってるしなっていうね、方はこれめっちゃ売れると思うよ。これ本当に。これこの需要はめっちゃあると思う。あ、なんかもう一ページ。あ、後ろこんなんか。ね、後ろのリアテルランプもかっこよかった。ね、ここピカッと光るし。ね。ただ、この辺、やっぱマフラーがちょっと見えてたりとかするわな。まあ、ちょっと前の、やっぱスタンダードですよね。いろんなテクノロジーが今、どんどん増えてきて、車両価格はどうしてもやっぱ高くなってるんですよね。まあ、そういった、ね、ちょっと前に戻って価格を抑えて、やっぱエンジンですよね。エンジンを主体に、まあ、作れば、まあ、車両も安くなるということですよね。まあ、電動化をあんまりしてないという感じですかね。結構ね、ほら、フロントも視界が良さそうよ。ね。その辺はさすがホンダさんだなと思いますね。ここ、ほら、見えるのがね、サイドブレーキがあるよね。これ、ブレーキホールドあるんかな?ないんかな?
ちょっとわかんないですけど、これ電子パーキングじゃなかったらブレーキホールドがないかも。それだけがちょっと辛いな。さっきね、ちょっと電気関係がって言ったんですけど、これ、まあ一応、その、ホンダセンシングついてるんで、LKS、ね、あのハンドル曲がったりとか、自動でね、曲がったりとか、前の車追尾したりする機能はついてます。で、このインジゲーターはこれ右側がアナログで、左側が液晶と言ってましたね。ね、これホンダコネクト。まあこういうのはな、おそらくな、こういうナビとか連動して、ね、テクノロジー関係は、まあ今の、ホンダ車と同じようなシステムが、できると。ただこれね、有料なんすよね。あ、で、ホンダセンシング。これね。ああ、そうそう。急アクセル抑制機能。これ最近おじいちゃんおばあちゃん、この踏み間違いね、高齢者はよくありますよね。グッドアクセル踏んでも、トロトロトロっとしか動かないということでね。まあまあ、パニックになりづらいということですよね。この ACC と、この LKS がついてるんで、まあまあ、レベル2クラスの、まあ、自動運転、まあ、支援機能ですね。安全運転支援機能がついてるということです。で、タイプ、ああ、なるほど。X、Z、Z プラスということね。この Z プラス、ほら、1.5 リッター IV テックって書いてるわ。FF。ね。これね、4WD がないっていうね、お話ですよね。やっぱこのね、SUV っていうと、やっぱ、あってほしいよな。ね、特に北国の方、ね、やっぱ雪とか降っちゃうと、ね、四駆欲しいなって思う方結構いらっしゃると思います。まあそこをあえて FF のみにすることによって、まあ値段を抑えちゃってるのかな。ね、まあ200万前半台で買えるっていうことですもんね。一番スタンダードのこの X、これでもいいよな。もう徹底して、もうこれだったら一番安いの乗るわ、みたいな。で、自分でホイールとか、なんかね、社外品つけて、大きいホイールつけて、みたいな。そういう遊び方もできるよな。結構ね、荒く使ってもいいかもしれない、この車ね。で、その上が Z ね。充実装備のハイグレードタイプと。で、その上が Z プラスという最上グレードになってるということですね。あ、で、カラー展開はこの5つあるということです。イルミナスレッドメタリック。これね、赤ね。赤ね。まあちょっとアジアを向けて赤色、まあスポーティーな感じっていうイメージかな。ね、白、黒、このね、ゴールドブラウンっていうのあんのね。で、メテオグレーメタリックと。まあ一番よく売れるのはやっぱこの白、黒、うん、このグレーも良さそうっていう感じやな。あ、360度見る。ね、あ、これもうボディカラーここで選べるわ。ほら、白、黒、で、さっきのなんかブラウン？あ、ブラウンこんな感じ？あ、いいんじゃない？ブラウン。ね、これ CG じゃな。わかりづらいけどな。あ、天井こんな感じになってんだよね。上にね、なんか2本筋が入ってる。これ空力なのか、ボディ剛性を上げるためのものなのか。ね、やっぱデザインは落ち着いてるな。最近のホンダさんね、結構デザイン落ち着いてるんで、老若男女ね、若い人向けとかいうお話もありますけど、まあ価格帯でね。まあでも定年して、やっぱ車欲しいなっていうね。まあ200万台でこれ買えるんだったら、みたいな。ね、年金生活のおじいちゃんこれ買っておくんなまし。私も欲しいわ、これ。やっぱ電気自動車とかってなると、やっぱね、ね、マンションに住んでる方とかはなかなかね、導入しづらいんで、まあ、こういったちょっと価格の抑えられた SUV かなりねいいと思いますよ。これ売れるわ。最初本当にねこれどうなんちょっとデザイン古いなと思ってたんですけど、だんだんやっぱ魅力感じてきたな。っていうかね、200万前半でね、200万から250万ぐらいの間でって考えると、これめっちゃなんかクオリティ高くね。そう考えるとね、これがやっぱベゼルのね、ベゼルクラスの300万とか、なんやかんやつけてもう400万近くなるとかやったらうーって思うけど、ね、オプションもりもりにしても多分これ300万ね、超えないんじゃないですかね。ね、スタンダードモデルだったら200万前半で買えるということね。いや、黒とかもいいよね。黒いいね、これ。あ、黒もいいね。で、これグレー、あ、私ね、多分、買うんだったらこの色かな。メテオロイドグレーメタリックと。いうことですよ。なんかね、やっぱ真っ黒というよりは若干このグレーね、メテオロイドグレーですよね。これメタリックも入ってるんで、結構汚れもちょっと目立ちにくいのかなという感じはしますね。で、赤はいいけど、ちょっと買うのがな、実
実際買うとなったらどうでしょうね、皆さんね。あのイルミナスレッドメタリックなので、このこれもまあメタリック入ってるし、ちょっと若干あのマツダっぽいなんか濃い赤なんで、まあ日焼けも大丈夫そうかなね。あのやっぱ赤色ってね、なんかあのボディカラーが日焼けするのかなって思う方もいらっしゃいますよね。まあ、その辺もなんかクリアできてそうな感じもする。お、なんかアップができたわ。アップできた。ちょっと白で見てみようか。ね。あ、白良くない?これ、白良くない。やっぱスタンダードね。これ上はなんか、あれやな。ここ、ガラスが、わかりますかね?これ、ちょっともうちょっとこうか。ガラスが、ここ、なんか狭いのね。この上の部分が、もこっと上がっとる。なんか N 版の、なんかね、N 版って上上がってますよね。版みたいな感じ。ね、ガラスがちょっと、ここで見切ってんのね。その辺ちょっと車両が低く見えるような感じのデザイン。ああ、結構デザイン頑張ってるよ。ね、フェンダーのところもなんかモコッとしてるし、こうなんかシェイプアップしてるようなね、デザインで見えるし、まあ、ホイールをもうちょっともうインチ上げたいかなっていう感じはするけど、ね、いいんじゃない？これフォグランプのとこちょっともうちょっとのデザインな。どうでしょうこれ皆さん。これ200万台だったらありよね。なんか、全然気兼ねなく乗れるっていうのが、いいかもしれない。っていうか、この、これはこれでなんか、この茶色よく見えてきた。これ内装は見られへんのかな?お、もうなんか純正アクセサリーが出とる。やっぱほら、下回りがね、このボコボコしてんの良くない?これ。かっこよくない?これシルバーじゃなくて黒もあって欲しかったな。ね、フロントマスクも、これ縦グリル、ね、最近流行りの、流行り?ホンダさんだけが流行ってんのかな?わかんないですけど。ね、あとこのライトも、ね、ここピカッと光んの。これ、やっぱね、実物はかっこよかった。この CG 画像より。ね、本当にいいと思いました。ああ、こういうことね。グリル。あ、フロントのロアガーニッシュ。こんな感じでつくんね。で、横サイドと後ろと、あ、これ欲しいわ。このフォグライトのガーニッシュね。これ、つけると良くなると思う。ああ、で、あの、エキパイフィニッシャーもつくんね。なるほどな。ストレートボードっていうのこれ。ね、リア席、これ、ちょっとしたもの、ここへ入れれる。まあ、燃費、どんなもんでしょうね。まあ、10は行くでしょう。15ぐらいは走るんじゃないですか?わかんないですけど。あ、もうちょっと走るのか。13とか4かぐらいかな。ね、ハイブリッドとかだったらもう23とか4とか走りますからね。まあそれから比べて、まあガソリン最近ちょっと高いけどな。なんか160円とかレギュラーでね、170円する日もあるし、まあそう考えると、まあただ車両価格さえ抑えとけば、ね、そんなの関係ねえって感じですよね。ね、ローンもせずにこれだったら買えそうかなっていう感じもするな。はい、というわけで、今日はね、あの新型 SUV、WRV が、発表されたということですね。WRV は、2024年の、春発売予定だということですね。ね、これ200万台前半っていうのが、いや本当に嬉しい。あの物価が上がっていくね、この世の中、あの本田さん本当に企業努力といいますか、いろいろ頑張ってるよな。ね、やっぱ国産にこだわる人いると思うんですけど、まあこれインドで作って、まあ日本に輸入するという形にはなるんですが、日本の方で一回、なんか、検査いろいろするみたいですね。して、そこから販売店に配られるということらしいですね。私ね、こういったホンダ車よく、レビューの方しております。もしね、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、新型 SUV WRV のホームページを見てみたようでした。じゃあね、バーイ。